り山明子の長く聞いてね。さあ始まりました。 YouTube で配信するラジオタイプの番組です。入山明子の長く聞いてね。メインパーソナリティの歌う看護師入山明子です。はい、アシスタントのしゃべる会社員かけぽんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。3月です。3月に入りましたね。早いな。もうでもなんかもう春がそこまでっていう、 そんな意識になりますね、うん、3月になると。なんかあの別れと出会いの季節とか言うじゃないですか。 ありますね。部署移動だったりとか、はい、僕とスタッフさんの部署は多分変わってないと思う、変わらないと思うんですけど、変わる人も多分いるでしょうし、そういうのはドキドキですよ ね。人事がね発令されるシーズンで、シーズンですよ、はい、急になんか僕ね一番すごい時、はい、前日ってのありました。それ大丈夫なのか。その急ですね。で、嫌だったらいいけど、みたいな。そういう人事なんだ。うちのチームが、はい。どうって言ってるけど、どうって言われた。あ、いいですよって移動した記憶があります。かけぽん何でもいいですよって、とりあえず言っちゃいそう。でも、たまに言ってるのは、はい。あの人の下につくんだったら、やめますっていうのは、ありますよ、はい。ありますか。あります。これは、スタッフさんも知ってると思うんですけど。なるほど。すごい偉い人たちに対してなぜかっていうのも全部説明して、こうこうこうで、はい、故にあの人の下に異動になるんだが決定したら、その瞬間に僕は辞表を出しますっていうのは伝えてる人はいま す、なるほど、うん、ポリシーがありますからね。ポリシーがあります、はい、そんな3月です。そんな3月です。ですが、はい、その前に、はい、2月に私、はい、日刊現代見ました。 ありがとうございます。2月13日なんでもうね2週間ぐらい前ですけど、 すごいですよね。だって結構ね大きく新聞の半分、半分のその瞬間っていうコーナーそうなんですでしたけど、 すごいデビューまでの、はい、まこさんのことがいっぱい書いてあって、いや皆さんにねやっぱりよく聞いていただくのが、うん、私国家公務員で防衛省の技官っていう、うん、ちょっとそこが変わってると、その安定をなぜ捨てたと、うん、皆さん不思議がられるんですね。だから看護師長だったんですよ。看護師長、最後はね看護師長も経験させてもらって、強そうですよね看護師長。怖そうですよね。ドラマとかでもうめちゃくちゃ怖いイメージ。怖い、やっぱりね怖い人も必要じゃないですか、はい、あえて好きでやってるわけじゃないんですけど、やっぱ厳しめのことを言うっていうところはありますよね。実際怖い看護師長だったんですか。どうでしょう、怖かったかもしれないですね。もしあの昔、はい、怖情報ください。部下でしたみたいな人がいらっしゃいましたら、なるほどね、怖くなかったですよとかね。その、うん、まあ、そこからこう、はい、歌手としてね、うん、デビューされるまでのことが文字数多めで出てますんで、多めですね。これはネットニュースでもね、出てました。はい、もう、紙面が出た後に、まあ、ヤフーニュースとか取り上げていただいて、うん、で、医療系の方のニュースの方にもね、取り上げていただいたり。すごいですね。だからね、やっぱりまだまだ皆さんに知ってもらって、それで、あ、じゃあ、よし、応援しようって言ってくださる方が増えていけば、うん、まあ、嬉しいかなと思って、まあ。増えていくと思いますよね、そういう、だって。デビューに至るまでの話って、はい、まあ、うん、アーティストさんそれぞれにあると思うんですけど、これ、はい、すごいですよね。いやー、もうすごくはなくてね、もう思い込みなので、自分はこう、思うとすぐ行動するタイプなので、うん、誰が止めても無理な時があるんですよね。あ、なるほど、なるほど。はい。はい。てか、まあ、これは運命だと思ってしまって、今ももうずっと思い続けてるので、うん、まだ到達してない、そこに行くまではという、まあ、元気でね、まあ、できるだけ笑顔で行きたいなと。辛いことも、ね、笑顔重要ですもんね。うん。だからその、まあ、看護師さんとして働いてきて、こういろんな方と接した上で、はいはい、うん、笑顔っていうのが結論として出てるので。うん、本当にそう思うんですよ。だから子供って、うん、あるデータでね、300回ぐらい1日に笑うと。子供は。で、大人になると17回ぐらいにぐっと減っちゃう。わかる。わかる。
それが老年期に入ると1日に 2,3 回しか洗うチャンスがないっていう、こういうデータを研究されてる方がいて、よし、それなら私もどんどん洗ってもらったり、ね、こう会うだけでこうニコッとなる、そういう存在になれたらいいなと思うんですけど、ね。僕あれですよ、この番組の収録の日だけたくさん笑ってるとか。笑ってますよ。いや、私もすごい笑ってますよ。じゃ、スタッフさんも笑われてますよ。うん、声は入りませんけども、ね。声は入ってないですけど、笑ってる。だから多分これを聞いてくれてる方も、うん、その日は笑ってくれてるんじゃないかなっていう。そうなんですよ。ね。ね。その、笑顔。笑顔。じゃあ3月の放送は、はい。いっぱい笑ってもらえるような。本当、うん、ですね、うん。笑顔になってもらう放送にしましょう。したいですね。しましょうね。と言っても、まあ、まだ3月の頭なんで、どうしていくかなっていう。ね、結構。3月の、はい、今日1日、はい、1日だと思います。毎日記念日っていろいろあるんですけど、はい。いろいろある中で、うちのね、講演会の皆さんとか、周りの方が、はい、私が早口言葉で、はい、豚さんのことをよく言うんですよ。でね、今日はね、はい、豚の日って書いてあるんですね。豚の日。ねえ、他にいろいろなんかもうたくさんあるんですよ。はい、なんですけど、これはちょっと目に留まって、あとデコポンの日とか。デコポン。デコポンとかけポンなんか。似てますよね。似てませんか。似てるんですけど、はい、僕ね、果物を食べられないんですよ。食べられないんですか、うん、トラウマで。トラウマらしいです。物心ついた時にはもう食べられないんですよ。お、そうなんですか。で、いい大人になった時に聞いたら、はい。親戚一同が集まっている祖父の家の、はい。なんか、でっかい部屋で、ええ。緑のみかんを、うん。おじやおばが面白がって、うん、はい。食べさせたと。はい。で、僕は、酸っぱくないって確認したらしいんですよ。はい。物心ついてない頃の、はい、ええ。だから酸っぱくないよって言われて食べて、酸っぱい顔するじゃないですか。酸っぱい。したらみんながドワーって笑って、それ以降、うん、果物何あげても食べなくなったって、あら親に。ショックだったんですね。はい、親戚一同並べてなんか、お前ら並べって言いたいぐらい。その時は本当 ね、酸っぱくないって言ったのに、酸っぱかった。可愛かった、僕が。なんかすごい酸っぱい顔が可愛かったんでしょうね。ね。でも、そこで僕は闇を抱えたんでしょうね。そうなんですね。未だにあんまり、自分からは食べられないんですよね。なるほど、そうですか。じゃあなんか違う方法でビタミン C をね、そうですね、取っていただいてね。もったいないですけどね。ねえ。デコポンはね、私は好きで。あの上がポコってなってる。ポコンとなってる。おへそみたいになってる。まあ、みかんというか、ね。そうですね。うん、それが美味しいというのはよく聞くんですけど。ええ。じゃあ、まだトラウマが取れないので。そうそう、ふーんって終わっちゃう。あ、美味しいんだ。あ、そっか。残念。ね、そっかそっか。なので、豚の方がいいですね。あ、豚はね、いつもライブで、健康講座ライブで、はい、早口言葉をやるんですよ。で、皆様にはこういう紙に書いてやるんですけど、うん、あんまりやりすぎて私覚えちゃって、豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶたれた豚とぶった豚がぶったおれた。これなんですよ。すごこれ、言うの。みんな多分ね、いつもお付き合いしてくださる皆さんは、あ、また言ってるって思ってると思うんですけど。でも、ファンの方も言える人多いんじゃないですか。そう、言ってもらって、これを、うん、深呼吸をしてね、はい、息を吐き切ることが、すごく重要で、うん、深呼吸には。それから吸うんで、吸った後にそれが何回言えるかをやるんですよ。みんなで、じゃあ皆さんやってみましょう、どうぞって言って。しばらく書きをみんな、チャットが止まって、はい、みんな言ってくださってるという。そうそう。早口で喋れるってことは、はい。まあ、健康ですもんね。健康ですね。このお口の周りの筋肉とか、うん、飲み込みの嚥下とか、うん、これの訓練もずっと続けることで、最近むせやすくなったとか、うん、こう年齢を重ねられた方が、それから言葉があまりこう、もごもご言って喋れなくなったなんていう方には、うんうんうん、やっぱりこう効果があるので。なるほど。はい。なので、やってもらってます。さっきの、もし、早口言葉が聞き取れてなかった方は一回戻っていただければ、先ほど一通り言っていただいてるので、はい。あと YouTube って、ゆっくり再生できるじゃないですか。はい、あ、そうですね。
それで聞いていただくと分かると思います。分かると思います。ね、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。では、ここで一曲お願いします。はい。新曲のカップリングをお聴きいただきたいと思います。皆さんぜひ健康体操ワイパーダンスをしながらご一緒ください。入山明子で私のふるさと。じゃあまずは最初のコーナーになります。アコの1週間ということで、アコさんの1週間をね、はい、教えていただくコーナーになりますが、はい、私はどうでしょう。はい、私はですね、久しぶりに鹿児島に行ってまいりましたよ。いいですね、鹿児島はご飯が美味しいはず。はず、行ったことないけど、いや美味しいですよ。そしてやっぱりあの各地行くと、うん、みんなその土地の方がおすすめを教えてくださったりするんですね。じゃあもう美味しいものを食べて、うん、お仕事もはい、しっかりやって、はい、幸せですね。一泊二日で帰ってきます。あら、ここで一泊、え、それってもしかしてみたいな。いやいやでもしかして行けない、まあ、女一人旅です。あ、そうです、うん、ちょっとね、もう最近一泊二日って言うと、もう、変な妄想が広がってきますよね。ああっていう。それぐらいでも、ね、一泊二日。インパクトがありますよね。そう。曲名が、一泊二日って。はい、いや、だって一泊二日なんてよくあるじゃないですか。うん、僕らも出張で一泊二日とかありますけど。ね、なのに、歌の内容がなんとなくわかるっていう。本当ですね。あらゆるところに一泊二日の旅行、うんとかね、うんうん、書いてあるんですよね。はい、この間、あの、小学生の男の子が、なんか、一泊二日で、どこどこに行くんだって、わざと一泊二日を強調してたって、うん、ファンの方が、すごい喜ばれてて、うん、どこかで耳にしたらしく、あきこさんのあの、一泊二日を強調して言ってたと。ね、すごいなぁ。子供が言っても、あって、あきこさんの歌の歌詞、ね、って思ってしまうぐらい、要は普段すごい耳にしてるんですよね。そうですね。うん、だけど、それがいざこう演歌楽曲のタイトルについた瞬間に、はい、もうドラマがくっついてきちゃったから、そうなんですよ。すごい。本当ね、あの、インパクトは、すごかったなっていうのをそういえば思い出しましたね。でも、鹿児島行きたいな。行きたいですよね。ね。うん、いつか鹿児島で、はい。放送ができたらいいですよね。いいですね。各地から、ね。そうですね。行かなきゃいけないんですけどね、僕らもね、そうなると。行かなくちゃいけないんですね。そこが、なかなかあの、こう、見えてって見せてませんけど、こう、あの、月金が普通にあの、会社員なので。そうですよ。ね。はい。まあ、有給がたくさん残ってるので、そういえば使わないといけないなっていうのを今思い出しました。あ、じゃあ一泊二日。一泊二日で。一泊二日で。ね。はい。で、僕の一週間はそんなにすごい何かがあったわけではなく、はい。
家のパソコンの周りの設備をちょっと変えましたぐらいの、うん、動画のね編集をしたり、あと僕はあのゲームあるじゃないですか、ゲーム、はい、プレイステーションとか、はい、ゲームの配信もたまにするので、そうですか、そこがやりやすいように機材を一個導入して、はい、はい、ちょっと変えたよっていうぐらい、そのうちゲームの配信をするかもしれませんっていうぐらい。なるほど、すごいですね。なんかゲーム好きなんですよ、昔から。どういうゲームなんですか？今は、あんまりこうなんか殺伐、打ったり切ったり殴ったりみたいなゲームが多いですね。なのであんまりこう絵面としては、はい、ちょっとね、はい、乱暴じゃないのかとか、残酷じゃないのかみたいな場合が多いんですけど、はい、一応そういうゲームが好きですが、僕はそういう性格ではないです。はい、ないです。注釈でここでよく書いといてもらわないとね、はい、彼はそんな、乱暴ではありません。乱暴ではないですよね。ね。穏やかですよね。穏やかなんでしょうかね。ね。でも穏やかな人の方がよく怒ると怖いよっていうふうに言われるのは、普段がこう穏やかだから、カッとこう。そうなった時は、はい。もうダメ、この人はもうダメだなと思った時の、あの、こう、縁を切るのは早いです。なるほど。そうですか。やっぱり、そういうのね、うん、アコさんもそうですけど、縁を、はい、縁、人との縁を大切にしている、はい。人、はい。ほど、はい。そういうなんか、裏切られるっていうか、うん、時はもう、はい、はい、終わり。はい、終わり。私もね、あの、よく来るもの拒まず、で去るものは追わずっていうのを昔の方が言われたの、うん、ああ、その通りなんだなと思うこともあって、だからそれに関してあんまり心を取られないように、うん、こういうことは常にあることだと。そうですね。で、また、去ったものもまた帰ってくるっていう、これもありなんですよ、うん、そうですね。また来るものになるんで。はい、そうです、そうです。確かに、アーティストさんとかは多いですよね、ね、その。ファンだった、そうじゃなくなった、みたいな、うん。あると思いますよね。うん、日常にあるので、うんうん。そういうところはね。はい。なんか、着地点がわからなくなってきましたけども。人とのご縁はまあ大切にしていきたいな。ご縁は大切にしたいですね。うんうん、はい。そんな感じで。では、一曲お願いします。はい。はい、それではここで、さっきからトークに出てまいりました。ドラマを感じながら皆さんお聞きください。入山明子の新曲です、一泊二日。理不尽だから垣根を越えて、理不尽だから燃える恋、二人旅する一泊二日、や宿に着くまで、ああ他人です、みんなのおすすめ教えてください。はい、このコーナーはですね、リスナーの皆さんの日々生活していく中でおすすめを教えていただいて、はい、物によっては取り寄せたり、
購入してみたり、ネット検索して、その素晴らしさを他のリスナーさんにお伝えするコーナーです。はい。たくさん来てます。来ました。来ましたよ。すごい。ね、嬉しいですね。じゃあ即、はい、読んでいただきましょう。即行きましょう。まずはね、さっきお話しした、はい、鹿児島から、メールをね、書いてくださいました。カラオケステージ、ソラさん、イブスキにあります。ねえ、おすすめは、うなぎ温泉の火山灰のすめ卵。ゆで卵です、こちら、はい。温泉由来の蒸しかまどで出来上がるゆで卵が美味しいので、皆さんおすすめです、ということで。いいですね。温泉由来っていうだけでもなんか、温泉でできる。よく温泉卵ってあるじゃないですか。温泉卵。そのバージョンの、このなんか、かまどの、はい、あの、写真もね、一緒につけてくださっているので、そうなんですよね。うなぎ温泉って。うなぎ温泉ってうなぎなんですね。うなぎがいるんですか？そういうわけじゃないんですよね。いやー、うなぎ温泉ね、火山灰も、そこにあったりして、やっぱり、鹿児島ですから、はい、桜島とかが。桜島。こんなですね、卵が、ね、このかまどの中で、蒸してできる。うん。そんな感じですね。温泉に入ってる間にそれをこう、蒸して、そういうことですね。出て食べるみたいな。イブスキというともう温泉ですし、うん、砂蒸しは私行くとやっていただけるんですよ、この。砂をかけてくださる方がファンでいてくださって、はい、毎回砂をかけたいっておっしゃってくださるのでそうなんです。砂をかけたいって新しいですね。砂かけおじさま。砂をかけて、あれあったかで私すごい気に入ってるんですけど、はい、やっぱりね、観光地で温泉地ですから、うん、この爪と呼ばれる火山灰の蒸しかまど。面白いですね。なかなかやっぱりちょっと聞かないとわからないですよね。そうですよね。ああ、今。あ、今ね、スタッフさんが。スタッフさんが。この砂の。あ、砂、砂蒸し、こういう感じです。やったことないんですけど、それ気持ちよさそうですね。気持ちいいんですよ。ポッカポカになって、汗だくになって、うん、首から上だけ出すんで。寝ちゃいそう。寝ました。うん。ね。気持ちよくって。うわ、いいなぁ。ねそういうなんかこう、ゆで卵だったり、はい、温泉、うん、卵だったりって。うん。美味しいですよね。思い出にもなりますしね。ね。牛丼にも合いそうですしね。うん、なんかどうしても牛丼出てくるのかな。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてまだまだ。まだあるんですよ。はい。すごい。はい。来ましたよ。入山彦施設応援隊ブラックちゃんから来ました。ありがとうございます。あこさん、かけぽんさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。今日はおすすめのお店第2弾です。あ、前回ね、おすすめをしてくださったんですよ、ね。あれだ、あそこの、あのね、市場の。市場の、そう、カルパッチョも美味しいよって言ったり、うん、もう、お魚が美味しいです。美味しい。の、ね、おすすめ第2弾。第2弾です。鶴ヶ島市にあります、かき焼き沼田さんです。うん。かきを自分で焼いて食べる。あ、もう、うまいよ。ここはね、私行ったこと何度もあるんですけど、もう間違いなく美味しいです。牡蠣以外にも、ハマグリ、サザエ、うん、ホタテ、あら、イカ、うん、豚、豚も、いろいろあり、お酒も飲めるお店です。元気に笑顔の加盟店にもなっていて、うん、私があの、ちょっとあの、顧問というかね、している、はい、そのサークルの加盟店になってくださってるので、あきこさんも、あ、和久井社長もと書いてありますね。何回も足を運んでくださり、食べログでも高評価がついているみたいですよ。ぜひ一度行ってみてください。いつも応援しています。って書いてありがとうございます。今ね。そう。うん、多分僕とスタッフさんが、うん、なかなかのあら、今見せてくれたんですが、まだね、今日僕ら食事してないんで、はい。あ、それはちょっと。そこで聞いてしまった。しかも牡蠣でしょ。牡蠣、ホタテもあるし。ホタテもあるし。サザエでしたっけか。サザエ。たまらんですね。ハマグリ。ハマグリですよ。ハマグリってあの最後までちゃんとこう取り出せるかっていうのが結構そうですね。肝ですよね。ね、貝柱とかね、はい、柱がね。すごい今
スタッフさんが検索してくれて、あ、自分で焼くって。自分で焼くんですよ。なんか炭でね、本当にみんなでこう囲んで、うんうんうん、そこをいつもね、貸し切りにしたりして、私もね、いいですね、あの、呼んでいただいて、そうなんですよ。みんなで食べるとさらに美味しい。いいもん食べてますねって思います。美味しいですよね。幸せそうだな。幸せですよ。いや、美味しいご飯が食べられるって、はい、うん、もうそれだけで結構幸せじゃないですか。もう幸せ度がアップしますよ ね。で、またね、かき焼き沼田さんのね、社長が、もう本当にね、あの、営利目的じゃなくって、うん、美味しいものをみんなに安く提供したいという、うんうんうん、またそういう方なんですよ。いい人だ。うん。で、行くとね、うん、私の一泊二日のポスターが貼ってあるわけですよ。はい、かき小屋に一泊二日。もう、ね、本当に応援くださってね、ありがたいなと思ってます。一泊二日で行く方は、うん、ぜひ。鶴ヶ島市。ね、あります。すごい、今写真わーって見せられてるんですけど。はい。お腹空いてきますよね。そう、かき焼き沼田さんね。もう。そうなんですよ。これ、うん。あれですね、僕らも当然。はい。いいなと思いますけど、うん、ちびっことかも。ちびっこも、もう楽しめますよ、ね。はい。お孫さんいらっしゃる方なんか。そうです連れてってあげたら。そう、もうね。あ、食べ放題コースとかあるんです。食べ放題コースでね、もう飲むのもね、結構お好きな方はもう、おつまみにして結構進むと思いますよ。エリンギなんかも焼けるんですね。はい、焼けますね。たまらん。あの、焼きおにぎりもね、はい、美味しいですね。醤油こう周りに塗ってね。じゃあ、後で、検索じゃないや、お店の、うん、紹介 URL も概要欄の方に、ね。貼っときましょうね。最近、なかなか貼れてなかったんで。貼っときます。はい。貼っときましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい、なんともう一人、来ましたよ。はい。鋼のタカちゃんから来ました。ありがとうございます。あ、入山さんって書いてある。タカちゃん。アコさんに書いちゃう。アコさん、かけぽんさん、こんにちは。こんにちは。第2回配信の時のメッセージ、採用いただき、ありがとうございました。今、あの、お一人、お客様がいらっしゃいました。いらっしゃいましたので。ね。はい。はい。もうね、なんとね。なんと。VIP ですよ。VIP。もうあの、喋っていただかなくても大丈夫ですけど、誰が来たかだけじゃちょっと。紹介しましょうか。紹介しましょう。誰が来たかだけ。あのね、リスナーの皆さん、定畜の入山明子の担当の近藤プロデューサーが今、ちょっと見せてっていうことでね。この番組ね、始まるきっかけになるのも、間に入ってくださったので。はい、僕が、あの、はい、近藤さんにこういうのやりたいんですっていう、お願いをして、はい。はい。そっから。来ましたからね。来ましたから。今ちょっと、そーっとでしたけど、入ってみました。タカちゃんごめんなさい。途中になれたので、もう一回最初から行きますよ。え、これ、アコさん、カケポンさん、こんにちは。ありがとうございます。第2回配信時のメッセージ、採用いただきありがとうございました。高血圧など健康面でのアドバイス、実行してみます。あ、よかったですね。よかったですね。うん、さあ、そしておすすめがあります。入山明子さんのふるさと、美祢市のごぼううどんを、お取り寄せして食べたのですが、風味がとてもよく、麺ももちもちで美味しかったです。これは超おすすめですと、ここにね、リンクも貼ってくださってますね。素晴らしいですね。で、届いたら送りますので、ご賞味ください。あら。あ。やった。やった。いや、そして、私の周りの方の声です。番組の評判がとても良いです。あら。あ、嬉しいですね。ありがたい。はい。アコさん、カケポンさん、番組スタッフの皆さん、次回の配信も楽しみにしています。ありがとうございます。なんかね、こういうご感想もね、ね、嬉しいですね。しかも、近藤 P が来てくれた時に、これが読まれるっていうのがタイミング最高ですよ。最高です。それで、ごぼううどんのね、ちゃんとお写真まで。これは、あれですか、ごぼうがこう。練り込まれてるんですよ。あら。でね、これね、テレビのある番組ですごい人気番組で、はい、薬丸さんが、はい、紹介された、その1年間のランキングで2位をいただいたんですよ。美味しかったということで。じゃあもうリピーターの方も多い。そうなんです。で、私ももうこれはいつも食べてて、うん、実は自分の YouTube のライブの時にも
紹介したんですよ。はいはいはい。そうしたら、多分、鋼のタカちゃん、はい、取り寄せて食べてくださって、はい、美味しかったよと。そうなんですね。嬉しいですね。あれですか、スープがついてくる。これはスープですね。ね。で、ここにもう、ごぼうが練り込まれてる。はい、練り込まれてるんです。すごい風味なんです。あ、じゃあもう、それを茹でると、はい。ごぼうみたいな。ごぼうの風味がして、もちもち。で、ごぼうに合うのは、お肉合うんですよね。牛肉もごぼうに合うし、鶏肉も合うんですよ。じゃあ、肉うどんみたいな形で、はい、食べると、うん、おすすめですよ。へえ、僕ね、そういう何かこう練り込まれてるってあんま食べたことないんで。じゃあ、これは来たら、かけっぽんに食べてもらって、はい、あとこう、サービスショットをね。そうですね。ね。食べて、はい。それも、なんか動画にできたらいいですね。いいですね。うん。すごい。ね、そう。写真がついてくるとまた分かりやすくてありがたいですよね。ありがたいですね。うん、これ4人前ありますから。すごい。食べ過ぎに注意です。そうなんですよ。僕僕あるあるなんですけど、はい、この前スーパーで、はい。つけ麺、つけ麺。2食分って書いてあるのを買ってきて、はい、1回で普通に食べてたんで、ああ。気をつけたいと思いました。これもね、二人前ずつパックになってる。ですよね。完全に僕は、要は、はい、ね、一人分ずつだとちょっとこう、はい。なんていうんですか、一回開けちゃうんで。開けちゃいますね。うん、開けちゃうなら、もういっちゃうというタイプなので、二回に分けて食べられますね。二回に分けてね。うん。食べてみる。一回ではさすがにちょっと四人前は。あ、それはちょっと、ね、ちょっと、健康面で心配になりますから、はい。はい、はい、楽しみにしてます。まあ、こんな形で。そうですね。お店だったり、はい、食べ物だったりしますけど、もう本当皆さんの、なんだろう、肩こりにいいマッサージ機とかでもいいですし。いいですね。ありそうです ね。首こりにはこれがいいよ、みたいな。はい。完全に僕が困ってることしか話してませんけど。そうですね。首が、とにかく悪くて。はい、あ、それは、ちょっと ね、今のうちに調子良くしとかないと。はい、いけないので。いけないですね。おすすめだったりとか。はい。何でもいいんですもんね。何でも。いいんです。何でもいいんですよ。うん、皆さん。お好きなものを私たちに教えてください。うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで、じゃあここでまた一曲お願いできますでしょうか。はい。今の鋼のタカちゃんからのね、このつながりで、私のふるさと、美祢市の歌をお聴きいただきたいと思います。入山明子で、秋吉堂愛歌。はい、このコーナーはリスナーの皆さんの日々のお悩み相談のコーナーになります。で、健康問題だったり人間関係とか何でもいいですって言ってるんですが、2回連続で先週に引き続きまして、はい、お悩みなしないんですよ。さすが。でもこれはいいことと捉えて、そうです、そうです、いいんだと思うんですよね、うん、誰も悩んでないんです。悩んでないんです。悩みのある人は、はい、近藤プロデューサーだけで今後プロデューサーのお悩みはさっきちょっと聞いたんですけど、ちょっととても皆さんにね、お聞かせできる、ご紹介できない、それはご自分で考えてくださいというところで、ね、解決しましたもんね。私たちにはちょっと触れられませんね、はい、っていう。頑張ってください、はい、頑張ってください、応援してますっていう、はい、っていうので終わってしまったんで、はい、今回もだから皆さんのお悩みがないので、はい、
普通おたのコーナーにします。普通おたのコーナーになりました。普通おた来ましたよ。来てます。じゃあ、ちょっとお願いできますか。普通おたね、私もお世話になってる方なんですよ。そうなんです。小野なるみさんから参りました。お世話になっております。いえ、こちらこそお世話になっております。お疲れ様です。東松山に向かう電車の中から書いています。日々、入山明子さんの背中を追いかけて頑張ってます。気持ちが萎えるとき、人生七曲がりを聞いて、歌って、自身に叱咤激励しています。リクエスト曲、人生七曲がりお願いします。楽しみにしています。今日もファイティンということでね。小野なるみさんは実はですね、はい、歌手の方なんですよ。お、同業者の方ですね。なのに、うん、自分のキャンペーンに回られると、必ず入山君の歌を歌ってくださる。もうこれにいつも私はお礼を返してるんですが。すごいですね。もうそれがね、また2倍にして帰って、岐阜県にこないで行った時も、はい、うわぁ、小野さんから話を聞いてます。素敵な方だって聞いてますって、初対面で言われて、本当にありがたい方です、ね。ありがとうございますって、僕が言うのも変なんですけど、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう、うん、あれですね、いつかゲストで。はい、決まってるんですよ。ああ決まってるんです。実はね、小野なるみさん、初のディナーショーをなさるということで、うん、そちらにスペシャルゲストって書いてくださって呼んでくださいます。うん、こちらが屋形船なんですよ。すごい、僕屋形船好きなんですよ。いいですよ、これ。5月28日の日曜日。ね、はい。で、開催時刻が16時に集合して、はいはい。乗船が17時からですから、でも船に乗ってる間中楽しめると。ね。はい。屋形船は乗ったことない方、これどこの屋形船なの？これ品川発の。あ、はいはいはい。はい。屋形船ですね。あの、東京の屋形船って、僕、ちょいちょい前乗ってたんですけど、はい。すっごい細いとこからスタートして、はい。よくこんなとこ、なんか船がバックでガーって、出てって、そっから、僕はその時はスカイツリーの方に行くルートと、あとお台場の方に行くルートかな、はい、あって、どっちも乗りましたけど、あれ、中で天ぷらとか出てくるんで。出てきます。食べ物、ものすごいたくさん豊富に出てきますよね。ね、お刺身とか。ありますね。ただ、お酒は自分で作ってねって置いてありましたので、やっぱりすごいたくさん。あ、そうでした。そうか。そういうの乗ったり、あと、もんじゃを。もんじゃ。みんなで食べながら、ぐるーっと。回るのとかあったので、じゃあこれアコさんは中で、はい、歌うんですよ。歌うんですよね。歌うんです。すごい。ね、楽しみですよ。ね、私も屋形船には皆さんと一緒に乗ったんですけど、うん、その時はみんなで楽しもうっていうので乗って、うん、あとクルージングの方にもこうもうちょっと人数多い100人ぐらいでやったんですけど、うんうん、それは新年会でだるまの目入れをしようということで乗って。で、それも楽しもうっていう感じだったんで、うんうん、今回みたいにちょっとね、小的に、そうですよね。歌舞伎で歌うっていうの面白いですよね。ね、はい、すごい。だから、皆さんはその、お酒を飲みつつ、うん、飲みつつ、楽しんでくださいという。すごいですね。ね、5月28日。5月28日です。ぜひ。ぜひね、皆さん、興味のあられる方は、お申し込みをお待ちしております、うん。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、小野さんにも、じゃあ今度、この長く聞いてねに、ゲストで。本当ね、出てほしいですよね。私の BS12 ちゃん、12でやってる、歌ってハマってというテレビがあるんですね。それの私 MC で毎週やってるんですよ。そこは、ミュージックバドという、歌のつぼみ、デビューしたての方とか、いろんな頑張ってらっしゃる歌手の方を私が一人で紹介して応援するコーナーなんですよ。すごいですね。でも、ね、私ごときがと思うんですけど、もうそれは好評と言われて、調子に乗ってみんなをこう盛り上げてるんですけど、その時にも出てくださってからのご縁なんですよ。なるほど。はい。すごいなんか、いい縁になってますよね、うん。だからね、縁ってどこでどう、ね、うんうんうん、お会いして、で、どの方とこういうふうにこう繋がっていくかってわからないですけど、うんうん、だから、巡り合いってすごく、そうですね。ありがたいなと思って、ね。うん、重要ですよ。すごい。うん、だって、結局じゃないな。アーティストさん同士なわけで。そうなんですよね。ね、お互いそういう、なんだろう、
悩み相談もできるでしょうし、そうですね、頑張ろうねって話もね、できます。いやもうね、頑張っていらっしゃる歌手の方、うん、まあ、どの業種もそうですけど、一生懸命やられてる姿って見ると、うん、あ、自分もやんなくちゃっていうふうにパワーもらいますから。うん、本当ですよね。うん、なので、屋形船ぜひ乗ってみていただきたいと思います。はい。なので、この、普通歌もそうなんですけども、はい、あの、お悩みも、お悩みもね、今もらえると、もう読まれますよ。漏れなく読まれます。いや、そんな深刻な悩みじゃなくていいですよね。そうです。本当にあの、最近、太ったんですけど、とか。太りネタ。太りネタは僕だな。いや、私なんですよ。太りネタ、私。なんてのもありますし、はい、なんか、なんでしょう、最近その会社の人間関係がうまくいかないんだけど、みたいな、うん、あるじゃないですか。ありますね。こういう上司がいて、とか、うん。僕とあの、スタッフさんがよく話してる、あの、スタッフさんと。あれはどうかしてるよねみたいな話とか。なるほど、ね。何でもいいんです。その、うん、ちょっとした。小さなね、出来事をちょっと教えていただくと、うん、みんななんか同じような思いしながら、うん、ちょっと、もんって、ね、もんもんって、だんだんこう大きくなる前に、沈下して、うん、みんなで。そうです、そうです。まあもう最後はやっぱり元気に、笑顔で、うん。笑顔になるように、はい。笑顔になれるように。っていうのが、まず一つ募集してますし。してます。普通歌ですよ。本当に普通の。何でもいいです。何でもいいです。なんか、こう、アコさんに伝えたいことがある人ね。だって自分が推してるアーティストさんが自分のメールを読んでくれるんですから、もう何でも気軽に。何でもいいですよ。いや、かけぽん宛てでもいいですよ。あ、僕宛て、はい、あの、かけぽん宛てでも、普通の会社員宛てでも大丈夫ですよ、はい。で、裏にいらっしゃるスタッフさん宛てにでもいいです。スタッフさんは毎回あの、この音のリバーブをかけてくれたり、コーナータイトルに。コーナータイトルね。わーんとなるようにね。あと曲をちゃんと差し込んでくれたりとか。そうなんです。してくれてるので、あの、ぜひぜひ、ね、いただきたいと思いますけれども。では、ここでまた一曲、お願いしたいです。それでは、生野成美さんからリクエストいただきました。いつも歌ってくださってありがとうございます。入山明子の人生七曲がり、お聴きください。しませんか。あの日二人が出会うまで歩き疲れた一人旅、川の流れに騙されて恋を信じて壊された。普段言えない過去のこと、少しは知りたいの。女に生まれて幸せ感じて、男の人の優しさも本当の怖さも知りました。人生ということで、アコさん。はい。5回目。5回目。エンディングでございます。はい。あっという間。早いですよね。なんか、はい。ここで収録してるといろんなハプニングが。そうですね。突然、トントンっていうのはびっくりしましたけど。はい。誰かが来たりとか。はい。スマホが震えたりとか。そうなんですよ。いろいろ、あと二酸化炭素の。あ、さっきからピッピー言わなくなりましたね。ピッピーは僕があの、黙らせました。黙らせました。なんですけれども、はい、だんだん、まあ、5回目となりまして、うん、僕らも、はい、ね、スタッフさんも含めて、少し、流れがこう、ね、できてきましたよね、なんとなく。
最初とか、ね、1話、ね、1回目とか聞き直していただくと、はい、かなりその、頑張ってる感ありますよね。急作りでバーンと始まって、はい、まあ、本当です。始まればなんとかなるだろう、みたいな。まあでもなんとかね、うん、だって緩い感じのね、こういうのがなんか、好評ですよってさっきも、鋼のタカちゃんとかね、書いてくださってますけど、はい、みんなが寄って、いいよねって言ってくださってるそうなんですよ。ありがとうございます。嬉しいですね。あれですよね。最初、確か、この番組は、うん、はい、その YouTube の再生リストで、1回目からガーって行くから、はい、長距離移動の時に、投資で聞くと、なんて言ってましたけど、そうですね。5回目なんで、5時間ぐらい。だいぶありますよね。ね、聞いてもらえれば、はい。嬉しいですけれども。嬉しいですね。なんていう話をしていましたが、はい、まず、あの、各コーナーの、メール募集がございます。はい、うん、あります、皆さんのおすすめのものを紹介していただくコーナーだったり、はい、お悩みのコーナーだったり、はい、あとは普通の、うん、特にタイトルはないんだけどねっていうお便りだったり、はい、リクエストだって楽曲ので。そうですね。曲のリクエストはごめんなさい。アコさんの曲しかちょっと、いろいろ。そうなんですよ。大人の事情で。うん。で、まあ、好きな歌、こんな歌好きなんですよ。あ、それは全然ね。うん。かけれないにしても、そういうのはもう全然、OK ですから。はい。お願いいたします。で、概要欄に、メールアドレスが書いてありますので、そちらに送っていただければと思います。はい。そして、告知を、もし。ありがとうございます。ちょっともうね、キンキンのものもあるんですけれども。はい。3月の5日の日曜日、入山明子15周年記念の全国ハイブリッドカラオケ大会があります。場所が品川のジェイスクエアさんにお借りしてね。はい、あれですね。はい。ジョイサウンドのカラオケ店の2階。はい、2階ですね。ね。そうなんです。もう今降りるとジョイサウンドさんの大きい看板がですね、はい、見えますから、そちら方面に歩いて行っていただくと、もう本当に2分ぐらいですかね、あの階段降りたら。江、うん、南口っていう出口のエスカレーターかなんか降りて、広場に出るんじゃないですか、はい。出ますね。よくドラマに使われてる。はい。あそこから2分ぐらいですよね。あそこから2分ぐらいですかね。うん、はい。で、まだあの、もう少々観覧の方、そしてあの、懇親会も、その同じ場所でありますので、うん、もしもご興味あられる方は、早急にですね、お知らせください。はい。はい。さあ、そして3月の6日は、これまたちょっと変わって、演歌は私一人なんですけれども、はい、春のミュージックパーティーというのがあります。金魚スピリト組のニロさん、ドイツから帰って見えてミュンヘンから来て歌われる。それから、トシエさん、これはあの、福島県いわき市出身の歌手の方ですね。さあ、そしてナビゲーターが浅井真紀子さんということで、生演奏に乗せて、ブルースアレイジャパン、目黒にあります。ちょっとね、うん、おしゃれな、ライブハウスですが、そちらであります。はい、ぜひ、はい、お越しください。目黒のね、おしゃれな。おしゃれなんですよね。うん、で結構あの広めということで、こちらも配信がありますので、配信でもご覧いただけそうです。はい、ぜひ、お待ちしております。で、3月26日になりましたら、男歌ライブありますよ。男歌ライブが大阪になります。日曜日ですが、13時からランチ、14時からがライブになっています。もう3度目なんですが、はい、同じ場所です。ニュー大阪ホテル心斎橋の1階のアダスタムをお借りしまして、ピアノの生演奏と入山由子の歌でお楽しみいただきます。ぜひね、こちらも、もう今、あのもうちょっとかな。チケット完売になる直前ですから、お早めに。お問い合わせください。お急ぎください。はい。そんな感じです。はい。すごいですね、3月も。そうですね。イベント、目白押しで。うん、目白押し。お休みとかあるんですか？お休み、しっかり休んで寝てるってことはないですけれどもね。はい、うん、なんだかんだ入れるのが好きなんですよね。ああ、すごい。はい。あれですよね、あの、うん、バリバリ働いてるアイドルさん並みに、ね、いろんなところでイベントが。ねえ、うん、開くとね、どっかこうちょっと動いて行ったりするんで、まあしょっちゅう動いてます。動くの好きですね。じゃあもうファンの皆さんは今の情報なるべく概要欄には入れるようにしますので、はい、後で確認いただいて、はい、
早くしないとチケットなくなっちゃうのもあるみたいですからね。気をつけていただきたいと思います。はい。で、まだね、今日時間あるんですよ。ありますね。うん。まだ時間があるんで、はい。こう、フリーな感じで話していけたらと思うんですけれども。はい、なんかこう、4月に入るぐらいには何かやりたいですよね。そうですね。ね。あれだ、じゃあ4月に。はい。今ごめんなさい。今思いついちゃって台本にないんですけど。いいんですよ。4月からこう、私生活変わるんですけど、みたいな。はい。うん。あるじゃないですか。引っ越しますとか。はい。結婚しますとか。うん。進学があったりとか、はい、転職とか、うん。なんかそういうエピソードというか。あ、それもいいですね。うん、手前の方で、ま、4月からなんだけどねっていうのをもらえてもね。もらえると。私そういえば、はい、一泊二日の作詞家の国京介先生から聞いてくださって、はい、こういうテーマはどうかっていうのをいただいてたの。今思い出しました。素晴らしい。おっと、皆さんの一泊二日の思い出を教えてくださいっていうことです。なるほど。はい。一泊二日の思い出ですよ。思い出ですよ。いや、何でもいいんですよ。別に友達ん家に行きました、うん、みんなで飲みました、はい、一晩泊まりました、楽しかったですでもいいですし、はい、家族旅行とか ね小さい時の一泊二日の思い出とか、そうですでもいいですし、うん、もう歌詞に共感します、なぜならみたいな、私も匿名で、こんな一泊二日をみたいな、うん、誰かに言いたかったのっていう方もね、あんまり生々しくなくていいんで、はい、そういうことあったなみたいな、昔ちょっとそんなこと旦那さんにはバレてないんですけどとか、奥さんにはバレてないんですけどっていうネタでも、まあ頑張って読みますっていうアコさんが読むんですけどね。読みますね。はい。それは確かに一泊二日、ね、なんかありますか？今ね、うん、私はね、やっぱり一泊二日でいろんなところに。お仕事に行くことが多いの、はい、ほぼ一泊二日なので一人旅じゃないですか、はい、大体女一人旅なんで、一泊二日は荷物がでもすごいんだよっていう、着物を着るので、そっか、それ何泊するんですかって言われるいつも荷物で、はい、飛行機乗ると大体加算されて、はい、まあ、プラス3000から4000ぐらい支払って乗るという。そんな大きいんですか？大きいんですよ、着物ってね。こんな海外旅行の人がものすごいでかい、うん、なんですか、スーツケースってゴロ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 っていう、もうそれですね。あれ人隠れられますよね人が入るぐらいの、何泊するんですかって言われるんですけど、そういうの持ってきますね。衣装の着物も持参で、はい、行かれるんですもんね、うん、いつも人に聞かれる、何泊ですかって聞かれるんですけど、一泊二日ですよっていう、ね、それいいですね、はい、もうなんか何泊するんですかって聞かれたら、ね、もうCD をこうそう、これです、これです、一泊二日です、ね、今本当にでもね、一泊二日ってこのタイトルがインパクトあるし、うん、もう皆さんがね、歌ってくださってるんですね、うん、だから曲が私を引っ張っていってくれて、うん、さらにまた一泊二日のいろんなところが増えそうな雰囲気がしておりますので、そうですよね、これ一泊二日の次は二泊三日にこうどんどん伸びていって、ね、そうですよね、っていうのも、一泊二日だからいいのかもしれないですけどね、一泊二日っていうのがなんかね、ピシッと決まってインパクトありますね。ね、修学旅行とかだと一泊二日はないので、2泊3日ですっけ？そう、2泊3日が3泊4日とか。そのぐらい言ってましたっけ？だから1泊2日って何か、僕ももう出張とかそういうのしかないですね。仕事絡みはね、だいたい1泊2日。そうじゃないのは、うん、ここじゃ話しません。はい。ね、そんな形。じゃあその、はい、新生活の話もそうですし、はい、1泊2日に関するお話も。ね、なんか。うん、エピソードもそうお待ちしてます、ね、でもね、あれですよ、お悩みがもし来なくなってきたら、はい、なくなります別の、はい、なくなるよっていうと悩みが出てくるかもしれませんし、ね、はい、でも悩みはないことに越したことはないからないですね、うん、とは思うんですけど、はい、一応こうやって手作りで、はい、後でこうメールとかで、はい、あこさんこのコーナーメール来ないから変えましょうかとかっていう、こう、やりとりがスタッフさんとかともされて、はい、パワーアップしていく形なので。そうですね。また、ぜひぜひ。はい。
き見て、あ、聞いていただけたらと思います。はい。はい。以上、入山明子でした。かけぽんでした。また次回。入山明子の長く聞いてね。お聞きくださってありがとうございました。ボーナストラック、本日は鹿児島県指宿市一泊二日の旅をご覧ください。はい、読み上げてください。夫婦喧嘩のため本日臨時休業いたします。嫁さんの機嫌が治り次第開店しますでしょ。今ねバックに流れてるのは鹿児島の南国城和という、うん、はい、南国城和、そうなんです。ただしカラオケがないんですよ。残念。アカペラで歌うしかないです。たくさんの方がね。そうです、そうです、そうです。何これ珍百景で、そう、この看板がね、面白い看板を見つけて入山さん大爆笑してますはい、読んでください。駐車料は料金箱に入れてください。払いの方は演歌を2曲歌ってもらいます。もう駐車料金入れないとこをわざと、ね、では入山さん即興で、はい、はい、2曲、はい、まあ、1曲目は何を歌うのかしら。1曲目は1泊2日歌います。あ、じゃあ1泊2日で、はい、はい。誰かに私見られてないか見られてないわよ。見られてないです。今だから見られましたいや、ちょっと見られた2曲目はね、鹿児島だけど、なんだろう、海だから、ザンザン岬歌う。あ、ジャッジよろしくお願いします。はい、うん、ザンザザザンザザザンザ東洋ザンザザザンザザザンザ東洋はい、パチ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 。それからね、ごめんなさい、歌の後で申し訳ないんですけど、ちょっとここにもちょっとこれに大爆笑しているという、はい、読んでください。男の立ち小便禁止、これはわかります。はい、女性はご相談を。どういう意味なんでしょうか。これ入山ファンの人たちはめっちゃウケると思うんですけど、これどうしたんでしょうね。とっても面白い。はい、これからまた面白い看板次々ありますので、すごく、はい、よく見えます。はい、じゃあ買い物だけいきますね。はい、これ別名薩摩富士と呼びます。すごい素敵でしょ。素敵ですね。はい、現場から以上です。